進化。ちょっと見てよ。あ、マーガレットさん。何ですかこの方。なんかがセレブの雰囲気がプンプンしますが。セレブ。ジュエリーデザイナーのマーガレットローさんです。超セレブなジュエリーデザイナー。 なんたって犬を小脇に抱えちゃってますもの。こちら本日のVIPゲストマーガレット夫人、ビバリーセレブのご意見番的存在なんだそうです。彼女のご機嫌を損ねるとご近所にも悪い噂が広がるとか。マーガレット、Hello, thank you so much for coming. Oh my goodness,あなただってそうよ。 一斉にご挨拶。日本でいうところの支店長夫人に嫌われたら終了ってこと。そう、今日の中ではとても大きなセレブですよね。あら、マーガレット夫人、作品を展示なさるようです。こちらはスーパーモデルのハイデー・クロムがお買い上げになったネックレス25万円。 そしてこちらはジェニファー・ロペスがお買い上げになったピアス、値段は大相談だそうです。どうぞご覧ください。本当素敵ですわ。そうでございますか。お気に召しましたか。お試しになってみて。まあ奥様、よくお似合い。素敵、素晴らしいですわ。 素敵でらっしゃる。人間はつけるやつやろ。マーガレット夫人、今のところご機嫌ですね。午後日、あらマーガレット夫人、今度はイケメンソムリエと話し込んでらっしゃいますよ。なんか気に入ってるんじゃないですかね。人一倍自由にくつろいでいらっしゃる様子。ワインはお口に合いました？ パーティーもいよいよ終盤。舞台は屋外に。子供たちのためにグミやマシュマロを使った優子さんお手製のキャンディー寿司。日本の文化を楽しんでもらいたいという優子さんのおもてなしの心は伝わるのでしょうか。あ、この手はもしかして。 興味をお持ちになられました。優子さん、反応が気になりますよね。あ、マーガレット夫人、食べた。ビバリーヒルズの日本人妻優子さん、お手製のキャンディー寿司でママ友達をおもてなし中。そしてマーガレット夫人、一口食べた。お味いかがですか。 美味しい。感動的だわ。やったー、美味しい出ました。優子さん、ビバリーヒルズの中でもとっても素晴らしいパーティーだわ。やりました。これでまた一歩ご近所セレブさんと仲良くなれますね。 ビバリーヒルズの